つぼいのつぼです。はい、まあいろいろごちゃごちゃ世の中しておりますけれどもね、はい、お便りなんか見ましてもそういったようなところが見受けられるようでございまして、河原町丸田町信号町さんからいただいておりますが、坪井さん大変です。 TBS で調べた安倍内閣の支持率がなんと、うん、66.9% でした。惜しい。あと 2.1% なんとかならんかったかな。というね。いや、別に 2.1% にこだわらなくても上がれば上がるほどいいんじゃないですか。いや、もう上がりすぎてもいかんです。3%でも5%でも。あと 2.1% 上がればもう十分だと思う。上がれば上がるほど支持率はいいでしょう。あ、そういうことですかね。はい。はい、でも 100% 支持率というような国もあるようですが、そういう国って、客観的に見ておかしないかって思いますでしょ。まあ何か別の力が加わっているそういうことでしょ。それはね。だからまあいろんな意見があって、それでもまあそんな人たちの中で 69% というのがやっぱり一番理想でしょうね。それも別の力がかかってませんか。別の力がかかってる。というようなことで、こういうまあ評価を得ているということですが、はい、困った母さんからいただいております。うまくいくんでしょうかというまあ支持率は今集めてはおりますけれども、うん、心配の向きもあります。脱デフレ国債52兆円と、まあ黒く太い文字が中日新聞第一面に載っておりましたが、公共事業で速攻を狙うという気持ちもあるんですね。安倍首相はまたばらまきますかね。ばらまくんでしょうね。公明党がどさくさまぎれ、衆議院選の前にラジオで、あの橋は亀裂が入っている、早く直さないとうんぬんと、公明党はその辺しっかりやりますみたいな宣伝はしておりました。まあ事項だから、いろいろかね、自民党に従うところもあるでしょうけれども、はい、どこに使うのかいうことでね、公共事業、確かに、ニューディール政策、これはもう歴史で習いましたよ。アメリカの不況を脱出するために、はい、テネシー川流域をですね、はい、この公共事業としてお金を投じることによって、はい、お金が、物が人がと動くようになりますよというようなこともある。公共事業というのは不況脱出ということのね、はい、昔からのちゃんとしたあの形になってますけどもね、そうもなかなか言えないらしいです。あれもよく見てみると、はい、結局アメリカが経済的に立ち直ったのは、はい、まあ、ニューディールもちょこっとあるでしょうけれども、やっぱ戦争やったらしいです。はい、だからって戦争するわけですよね。戦争になるとバーンと。ねえ。だからですよ。私はいつも言うんですけども、戦争はなくならないです。戦争するとね、得する人がいる限り、絶対戦争はあります。ごく一部でしょ、でも。それで。ごく一部の人が力持ってる。でも、それの何十倍、何百倍の人たちが損どころじゃない命を落とすわけでしょ。私らのような人は反対した方がいいです、戦争は。お金持ちは賛成の方にもあるでしょうね、きっとね。多くの人は絶対損ですからね。でも、わずかな人は得するよって言うから行くんですね。腑に落ちませんね。はい。というようなこともあり、それから A69 助さんからもいただいておりますが、まあ、所得税、相続税の最高税率上げ、事項合意したと、まあ、こういうことですね。まあ、これ皆さんもご存知だと思いますけども、15年1月から富裕層を対象に所得相続税の最高税率を引き上げることで正式に合意しました。所得税の最高税率を 40% から 45% に、相続税の最高税率も現行の 50% から 55% にそれぞれ引き上げる方針ということです。ということですね。はい。まあ、こういう富裕層はちゃんとちょっと取りますよと、お金を、ということですか。はい、ね、まあ、これはこれ僕らの立場からするといいなと思いますけども、もうちょっと引いてみると、お金持ちはお金がどんどん入ってくるんで、バンと使おうかと思うけど、税率上がるならそう使えへんなということで、今までバンバン使ってた人がですね、ちょっと財布の紐を締めるとなると、今まで、買ってくれへんの？買ってくれると思っても当てにしてたのにというような、そういう富裕層相手の人たちなんかが、ちょっと、困って景気の方がこうちょっとまた陰るのかな。そこはでもこれ私たち貧乏人の浅はかな。あ、そうなの。
富裕層はそのぐらいではびくともしない。びくともしない。こんな取ったっていいわけね、これはね。そうなんでしょうね。富裕層が心配してたん、今。心理がようわからんのでわかりませんけど、どうなんでしょうね。はい。黒柳徹子さんなんかも言ってました。窓際のトットちゃんがすごく売れてた。はい。いうことで、たくさんのお金が入ってきましたけど、ほとんど税金で取られてしまいました。そうすると、なんか、私たちも、なんか働く意欲とかなんかがね、うん、これだけの税率だったら私、本当に辛いんです、いなことは。はい。前テレビで言ってたんで、はい、ああ、やっぱり金持ちから取ったらええやんというのもなかなかね、はい、全体的なことを考えても、はい、なかなかあんまりどういう、まあ、だからうまくいくのか、はい、うまくいかないのかと、みんなやっぱりシナリオを考えて経済政策するわけですよね。はい、そのシナリオ通りにいくのかどうか、はい、なかなかシナリオとか思った通りね、いかないね、明日彼女とデート、俺の部屋に来るらしい、うん、なちょっと、音楽はな、これかけて、ほんで、ちょっとここでお茶を出して、ちょっとケーキでも買っとこう。で、この辺でも大体30分ぐらい話した頃に、雰囲気だんだん弱なってくるから、ちょっとこっち来へんかと言って、ちょっと隣に座って、いいな話で、座ってんで、もうちょっと近なった。そしたら今度はな、このもうちょっと俺もちょっともうちょっとこれ寄って、で、いいな、食いやろうと思ってるとですね。3時間なら3時間、綿密な計画を立てる。計画立てるわけや。うん、バーンと来て、で、まあ、音楽かける、いい音楽、お茶出す、そこまでいい。ここ座って、ね、ここ座っていいかって、座った。ああ釣り吉三平随分揃ってる。私これ好きとか言って、あ、すっごいとかなんか。ここ座って、座って、そうくれない？あ、こち亀こんなに揃ってんなとか言って。もう全然、そっちの方行ってしまう。そうかと思うと、そっち行かにしても、弟がさ、今グレててさ、ちょっと私も困ってる。そうだよな。人間ってさ、絶対正しく生きないとダメだと思うよって言ってる。そんな話になってから、ちょっと展開違ってと、なかなかね。計画通りには。いかへん。いかへん。その安倍さんたちが描いているストーリーがちゃんとうまくいくのかと。こうなればこうなって。いやでも予算つぎ込んでうまくいかないと大変でしょ？本当ですわね。ケーキまで買ったのにな。いうことになるでしょうかね。